今日はですね、福沢諭吉の哲学っていう、そういうことを話していこうと思います。ここにですね、丸山正雄の福沢諭吉の哲学っていうのがあるんですけれども、この本からではなく、私の福沢諭吉に対する考え方っていうの、そういうのを紹介したいと思います。まずですね、福沢諭吉、有名な本として学問のすすめっていう、そういうのがあるんですけれども、確かに学問、役に立つ実学っていう、そういうようなものをやるべきだっていう、そういうふうなことを主張するんですけれども、福沢がですね、なぜそのようなことを学問をするべきだっていう、それもですね、役に立つ学問っていう、そういうことをやるべきだって主張したのかっていうと、日本がですね、独立するっていう、その、独立を維持するっていう、そのために学問っていうものを多くの人がやるべきだっていう、そういうような論理なんですよね。明治の初めの頃はですね、ヨーロッパが日本を侵略するのではないか、日本はヨーロッパの植民地になるのではないかという、そういうような危機感が多くの日本人に共有されていて、例えばですね、アメリカ、南北アメリカというのは、アメリカのヨーロッパのイギリスやスペインやポルトガルの植民地という、そういうようなことになっていて、その結果アメリカが生まれたという、そういうことなんですけれども、あとインドもイギリスの植民地で、アフリカの多くはですね、まだ植民地ではなかったんですけれども、明治以降ですね、1900年代に入ると多くがヨーロッパの植民地になっていくという、そんな状況なんですけれども、このようなですね、世界的な情勢というものに、多くの人が、日本人が危機感を覚えて、その中の一人が、福沢諭吉だったという、そういうことなんですけれども、このようにですね、日本が独立を維持するためには、日本人の多くがですね、学問をするべきだという、それも役に立つ学問、なぜですね、学問をすると日本の独立が、保障されるのかというとですね、まずこう、江戸時代の日本というのは、士農工商という身分制度というのがあって、農民に生まれればずっと農民という、武士に生まれればずっと武士という、そのような、そういうようなこう身分社会であって、そういうような社会では人間の精神の活発さっていうのが抑えられてしまうと、こう人間のですね、日本人の精神が不活発だと、そこにヨーロッパがつけ込む隙が生まれてくるって、そういうようなことで、日本人の精神を活発化しなければいけないと、そういうようなためには、身分制度を取っ払ってですね、多くの人が互いにこう交渉するようになって、精神が活発化するようになればですね、日本人の日本の独立っていうのが担保されるっていう、そんな考え方で、福沢諭吉の有名な言葉で、一心独立して一国独立すっていう、そういうようなことで、日本っていう国の独立を担保するためには、日本人個々がですね、個人としての、自覚っていうかですね、アイデンティティっていうか、自己同一性っていうか、そういうような自分が自分であるっていう、そういうような自信みたいな、そういうようなを持つべきであって、現在の日本人っていうのはそういうようなところが全く足りないと。例えばですね、目上の人にはペコペコしてですね、目下の人には威張るっていう、そういうのは現代でも多いと思うんですけれども、そういうふうな、そういうふうな人たちが至る所にはびこっていると、こういうのを、福沢諭吉はゴム人間っていうふうに言ったんですけれども、このようなゴム人間がですね、至る所にいて、例えばですね、その辺を歩いていたらですね、こう自分が武士のそのような態度を示すと、向こうから歩いてきた人はペコペコするし、自分がですね、町人のふりをして歩くと、向こうから来た人は、なんか見下すような目で、俺を見ると、このような、その人自身を判断するのではなくて、その人の見かけ、そういうようなもので物事を判断するような、そういうようなこう精神の不活発性っていう、ゴム人間だらけの社会においては、その社会がですね、のこう、総エネルギーみたいなものが小さいので、ヨーロッパにつけ込む隙を与えると、その結果日本の独立が危ぶまれる、そういうようなことがないように、それぞれがですね、学問をするなり、自分でですね、事業を始めるなり、何らかの精神の活発性みたいな、今までの伝統にとらわれない行動を起こすことによって精神を活発化するっていう、そういうようなことが大事だっていう、そういうようなことを福沢諭吉は言うんですよね。そしてですね、福沢が精神の活発化することによって、日本の独立を担保するという、そういうような論理構造になっているんですけれども、
まあ、こう精神の活発化っていう、そういうようなことのためには、まずですね、まあ、自分が自分であるっていう、そういうようなこうある種の自信みたいな、そういうようなものから出発してですね、あらゆることに、まあ、こう意欲的に取り組むっていう、そういうようなことが大事なんですけれども、まあ、ではですね、自分が自分であるという、そういうような自信っていうのはですね、一体何によって担保されるのかっていう、そういうようなことが問題ですよね。これでですね、現代において多くの人にとって問題だと思うんですけれども、まあ、自分に対する自信みたいな、そういうようなこと、そういうようなものさえあればですね、社会に出ていろいろできるだろうけど、何か自信がないから、まあ、ちょっとためらってしまうみたいな、そういうようなこと多いと思うんですけれども、福沢の論理によるとですね、何によって自信というものはもたらされるのかっていう、そういうことなんですけれども、これですね、まあ、福沢が言うには、こう当時の日本人っていうのは2つの世界を生きているはずだっていうんですよね。まあ、すなわち江戸時代、そして明治維新が起こって明治の時代になって、江戸と明治っていうのはもう全く違うような世界にこう変わっていったっていう、すなわち2つの世界を生きているっていう、まあ、ですから若い時にですね、2つの世界を生きれば、それは物事を相対化するっていう、そういうふうなこう知恵っていうかですね、知力っていうものが身につくはずだっていう、これですね、福沢諭吉の中で、これまた有名な言葉で、一生にして二生を生きるがごとくみたいな、一心にして良心あるがごとしっていう、一つの人生で二つの人生を生きたような自分はそんな感じがすると、このような、まあ、二つの人生を生きるっていう、そういうようなことで、まあ、世界っていうものが相対化されて、その相対化っていうことが、まあ、こう頭のですね、活発性に役に立つっていう、役に立っているはずだっていう、そんなことを言って、すなわち2つの世界を知っている日本人っていうのは、ここ30年が勝負だっていう、そんなことを言っているんですよね。まあ、すなわち、まあ、精神を活発化するためにはですね、自分に自信を持ってですね、まあ、社会に取り組んでいかなくてはいけないんだけれども、その自分の自信というのはどこから来るのかっていうと、2つの世界を知っていることから来るっていう、そういうようなことを言っているんですよね。これですね、まあ、例えば、まあ、戦国時代ですね、結局日本を統一に導いたのは、まあ、織田信長とかですね、まあ、秀吉とか、まあ、家康とか、そういう人たちなんですけれども、彼らはですね、みんな現在の愛知県ですよね、三河とか名古屋地方の人たちなんですけれども、なぜ、三河地方の人たちが、まあ、日本をですね、統一するような、そういうようなことができたのかっていうとですね、これ、当時ですね、まあ、東日本っていうものと西日本というもの、かなりですね、生活態度、文化っていうものが違っていたんですけれども、その境目が愛知県の西の方っていう、愛知県の東の方ですね、愛知県の東部っていうふうに言われているんですけれども、すなわち愛知県の東部に住んでいる人たちは東の世界も知っている、西の世界も知っているっていう、そういうような人たちなので、世界を相対化できるっていう、そして相対化できるような人たちが頭がよくくるくる回るので、まあ、日本の統一っていう、そういうふうな偉業を成し遂げる人が、まあ、愛知県の東部から出やすいっていう、そういうようなことだというふうなことを言っている人もいるんですよね。これですね、同じような例で、まあ、漢の高祖劉邦ですね、劉邦っていうのは、まあ、廃っていうところから、まあ、立ち上がって、結局中国全土を統一するっていう漢っていう大帝国を打ち立てるんですけれども、このですね、まあ、高祖漢劉邦のまあ、部下っていうかですね、の人たちっていうのは、まあ、どういう人たちか、商家とかですね、宗信とかそういう人たちいたんですけれども、この人たちは全国から、まあ、有能な人を集めたっていう、そういうようなわけではなくて、まあ、自分の生まれ故郷拝県っていう、そういうようなところの、まあ、友達なんですよね。劉邦がですね、仲間を集めてみたら、その仲間はみんな優秀だったみたいな、なんでそんなことが起こるのっていう、そういうふうなことなんですけれども、その拝県っていうのはどういうふうな場所かっていうと、ワイガの流域なんですよね。ワイガというと、揚子江と黄河の間ぐらいに流れる中国第三の大河なんですけれども、このワイガの北が、麦を作る地帯で、ワイガの南が、
まあ、よ米を作る地帯で、ワイガの北と南で文化が違うんですよね。すなわちこの文化が違う2つの世界を、まあ、劉邦や劉邦の友達は知っているから、まあ、世界を相対化できて精神が活発になったっていう、そういうようなことで、まあ、すなわち、まあ、これはまあ、こう福沢諭吉の言ってることとつながることがあるんですけれども、2つの世界を知る、まあ、地理的にでもいいですし時間的にでもいいんですけれども、2つの世界を知ることによって、まあ、精神が活発になって、まあ、そのことを利用してですね、30年ぐらいはそういうような2つの世界を知っている人が第一線で活躍するはずだから、この30年という貴重な時間を使ってですね、まあ、日本というものの独立を担保していこうっていう、まあ、そういうふうなことを福沢は言うんですよね。まあ、ですからこう福沢諭吉の哲学っていうのはですね、まあ、こうある種普遍的なことを言っているとかっていうそういうようなわけではなくて、まあ、物事を相対化する力が結局は、まあ、自分のに対する自信みたいな、そういうようなものにつながるわけで、その自分に自信があるっていう、そういうような日本人が多くなれば、まあ、日本の独立は担保されるっていう、そういうようなこう、まあ、論理構造になっているっていう、まあ、ですから、まあ、できるだけ精神を活発化させようっていう、そういうふうな、まあ、福沢諭吉は言論を、まあ、日清戦争ですかね、日清戦争の後ぐらいまで、ずっと展開していくっていう、まあ、ですから、まあ、そこにはですね、何かこう、まあ、論理的な一貫性とかですね、こう何か一番重要な、まあ、観念というものを決めて、それによって、まあ、こう論理を組み立てていくっていう、そういうふうなこう福沢諭吉は論理構成とか考え方とか評論とか、そういうのを行っているわけではなく、できるだけですね、まあ、こう精神が相対化された優秀なですね、当時の人たちっていうものがよりですね精神的に活発になるような、そういうような言論を展開したっていう、そういうようなことなんじゃないかというふうに私は思ったりしますね。まあ、ですから、まあ、相対化、まあ、考え方、世界を2つの世界を知ることで、まあ、論理がこう、まあ、2つの世界を知ることで、まあ、頭がですね活発になって、まあ、自分に自信を持つみたいな、なんかそういうようなことなんですけれども、まあ、ただですね、まあ、論理的にやればいいとかですね、文明にこぎ出せばいいとかですね、そういうふうな感じで福沢諭吉は全ての論理をつなげているっていう、そういうふうなわけではないなっていう、まあ、ですから一つのこう論理に固執するっていうのを福沢は一番嫌う、こういうのを枠出来っていうふうに福沢は言うんですけれども、まあ、現在ですね、そういうふうな一つの論理に、まあ、固執するっていう、そういうような、まあ、考え方、福沢からですねもう100年以上経ってると思うんですけれども、100年以上経ってですね、まあこう、まあ、世界を相対化して価値観を相対化するっていう、そういうようなことなんですけれども、そういうようなことがですねおろそかになって、例えば、まあ、コロナは撲滅するべきだとか、そういうようなですね、まあ、無理なことを主張し続けるっていう、そういうようなこととかですね、まあ、例えばですね、コロナは、まあ、中国がばらまいた中国の陰謀だとかですね、そういうようなこう物事を簡単に考えてしまうっていう、そういうようなことではなく、そういうようなことでは精神は活発化せずに、そうではなくて、まず世界は複雑であるっていう、そういうようなことを前提に、まあ、論理を組み立てていくっていう、そういうようなことですね。まあ、ですから、ある時はこう、ある一つの論理を言うんですけれども、また別の状況にこう世相が変わると、また前とは矛盾したことを言い出すっていう、そういうのは福沢諭吉の得意技なんですけれども、このようにですね、二つの世界を知ることで、まあ、論理を、まあ、精神を活発に、まあ、こうしていくっていう、そして、まあ、二つの世界を知っているがゆえに、日本人はですね、まあ、より、まあ、精神の高みに、30年の 間は精神の高みに到達できるだろうと、この30年を使ってできるだけですね日本の独立を担保するべきだっていう、そういうようなことを、まあ、言っていましたね。
まあ、ですから福沢はですね、まあ、こう日清戦争で勝利するとめちゃくちゃ喜んだっていう、そういうふうなことが言われています。今日はですね、福沢諭吉の哲学っていうのを、まあ、私なりに、まあ、簡単にですね紹介させていただきました。そしてですねこの考え方に基づいて丸山正夫の福沢諭吉の哲学っていうのを、まあ、自分に引きつけてですね、まあ、読んでいこうかなっていう、そういうようなことになります。今日の動画は以上になります。